楽しくってためになる TRA チャンネル。皆さんこんにちは。タロットリーダー協会の直子こと山本直子です。今日のテーマは、あなたはチーズを探しますか。なんだかよくわからないタイトルで始まってしまいました。皆さん、11月11日は何の日かご存知ですか。1が4つも並んでいるということで、いろいろな記念日になっています。介護の日、電池の日、麺の日、サッカーの日、面白いところでは下駄の日、そしてポッキー&プリッツの日などがあります。で、チーズの日でもあるんです。そこでチーズにちなんだ本を読んでみました。こちらです。チーズはどこへ消えた。この本が出たのが2000年、今から20年も前のことです。かなり流行りましたので、懐かしいなと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。2匹のネズミと2人の小人が迷路の中でチーズを探すお話です。チーズを取り続けると、いつしかチーズはなくなります。それを察して新しいチーズの在りかを探すもの。探さなければと思いながらも、なかなか行動に移せないもの。なんでチーズがなくなるんだと怒るもの。変わることを極度に恐れて、その恐れを乗り越えられないもの。4者4様の反応を見せます。お分かりの通り、チーズとは私たちが人生で追い求めていくもの。仕事であったり、家族、財産、生きる目標などであったりします。で、迷路とはチーズを追い求める場所、つまり家庭、会社、社会の象徴となっています。ネズミと小人たちは変化することに対して異なる反応を見せます。変化は常に訪れると捉えることができるものは、変化に対応していこうとします。自らが変わらなければと。つまり現状にこだわるのではなく、恐れを捨てて時代の変化に合わせて、あなた自身が適応順応し、新しいチーズを常に見つけようというのがこの本の趣旨であったと思います。この物語から得られるキーワードは2つ、恐れと変化です。では、恐れを表すタロットカードをご紹介しましょう。インナーチャイルドカードでは、大アルカナ15、ビッグバッドウルフ、それからボイジャータロットでは、まさに恐れ、フィアというカードがこちら、カップの7です。そしてお正前タロットでは、水の5というカードが過去への執着、要するに過去を捨てることを恐れているといったカードになります。それではもう一つのキーワード、変化を表すタロットを見てみましょう。インナーチャイルドカードでは2枚あります。
変化することに身を委ねるのであれば、このソードの4、自らが行動アクションを起こして変化を起こすのであれば、このダイアルカナ10、不思議の国のアリスです。ボイジャータロットではワールドの8、このカードがまさに変化、チェンジです。お正前タロットではダイアルカナ10がチェンジのカードになっています。私たち TRA ではよくタロット読書会を開きます。本を読みながら各人がテーマを探し出してタロットを引いて読み解いていくのです。それではこのチーズはどこへ消えたから一つ問いかけをしてみましょう。あなたの変化への適応力をサポートしてくれるものは何でしょう？あなたの変化への適応力をサポートしてくれるものは何でしょう？ではインナーチャイルドカードを使ってリーディングしていきます。次の3枚の中から直感で1枚を選んでくださいね。 ABC どれにしますか？よろしいですか？ではカードからのメッセージをお伝えします。A を選んだ方、ダイアルカナ17、星に願いをです。希望を持つことです。こうありたい、こうなりたいと変化後の自分のイメージを描いてみましょう。そのイメージがより鮮明になっていけば、変化への恐れも消えて、これからの自分が楽しみになってくるはずです。そしていつしか希望が叶えられている自分に気づくことでしょう。B を選んだ方、ソードのシーカー、オズの魔法使いの知恵のないカカシです。このカカシ、知恵がないと自分で思い込んでいるだけで、実際は知恵者なんです。要は正しく自分を評価することです。今の自分をまるっと受け入れることです。変化後の道を選ぶのに自信がないと感じることもあるかもしれませんが、あなたが選んだ道こそが正解なのです。Cを選んだ方、ダイアルカナ7、ピーターパンです。まずは自分自身と深く語らうことです。そして自分の内面と現実世界とのバランスをとる着地点を見つけるようにしましょう。自分をごまかして無理やり外の世界に合わせようとするのではなく、自分の内面にある目標を探って行動に移すようにしましょう。はい、いかがでしたか？この本に対してアンサーブックのような本であったり、またこの本の著者であるスペンサー・ジョンソン氏の類書もいくつか出ていますので、また機会があったらご紹介したいと思います。どうぞお楽しみに。タロットはあなたの課題を見つけて適応の仕方をアドバイスしてくれる最強の味方となるツールです。 TRA では各種タロット講座を開催しております。タロットを扱うのに不思議な能力は一切必要ありません。正しく学んで知識とスキルを身につければきちんと身につくのがタロットです。どこで学ぶか、誰と学ぶかはとても大事。私たちはいつでも仲間を募集しています。詳細は概要欄からどうぞ。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。今日の担当は山本直子でした。それでは次回まで。
ごきげんよう。